こんにちは、翔太です。今回なんですけど、3月30日の放置少女の更新情報について見ていこうと思います。まあ今回橋本環奈がまさかの再来することが分かりました。まず百花美人ですね、女皇がやってきます。このキャラはおすすめの SSR 奥義のうちの1体なんで、女皇を持ってない方はぜひとも獲得をおすすめいたします。ただ高級ガチャチケットがある場合のみですね。原宝で取る必要ははっきり言ってないです。で続いて栄華銀月なんですけど、まあ、まず有無創生がやってきます、ね、こちらは120円で原宝150、5時間戦闘券1枚もらえるんで、美課金の方はぜひ課金してください。で招待券パックがあることからは美少女楽園が来ることが分かっております。まあ、これについても後で話していこうと思います。まずですね、こちら1日に600店舗以上を購入すると報酬が獲得でき、丸い計5日間達成で、萌え姫パックですかね、プレゼントされます。まあ、これ1200円を5日間連続で購入すると、超瞬間っていうあの SR のキャラがもらえるんですけど、ここでしかもらえないキャラですね。ここでしかもらえないんですけど、正直言って取る必要性っていうのはほぼないので、まあ、コレクターの方以外は無理に取る必要は全くないと思います。で書斎が来ますね。まあ、このタイミングで日月の、装備であったり、まあ、原宝を使うような行為はした方がいいのかなと思います。で続いてラッキースターですね。総称前田刑事総総がやっています。まあ、この中だと性能でいうと総称が一番いいのかなと思いますけど、まあ、奥義とか見ながらお目当てのキャラの絆を集めてください。で美少女楽園ですね、宝剣、新妖精、王戦、雪女、女服が一斉に登場します。まあ、ただこの辺のキャラも正直ですね、奥義目当てで取る方がメインじゃないのかなと個人的には思うんで、まあ、見た目が気に入って育てたいといった方以外はですね、基本的にスルーか、まあ、奥義を見ながら狙っていってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。で続いて食欲の秋の集大ですね。まあ、このキャラ久しぶりに復刻ですね。まあ、UR の状態なんで取る必要っていうのはないんですけど、もし見た目が好きとかいう方がいらっしゃいましたら、まあ、取ってみてもいいのかなと思います。で続いて放置少女と橋本環奈ですね。まさかの橋本環奈も復刻ということで復刻来るんですけど、まあ、正直言って性能として見るとそんなに強くないので、橋本環奈のファンの方以外は無理に取る必要ないかなと思います。で続いて芦屋道満ですかねが来ます。まあ、見るからに帽子のキャラでなかなかなんか強いんじゃないかなと個人的には思ってますね。こういった見た目のキャラはなんか強そうな気がするんで、明日非常に楽しみ待っていようかなと思います。で初回チャージ2倍ですね。まあ3月も終わりですね。4月に差し掛かるので初回チャージ2倍リセットがやってきました。で続いてですね、また絵が変わるらしいです。ロシュク、テーフ、ロレーキ、カンウの4名のイラストが変わるみたいです。でカンウに関して言うと、もしかしたらこれ同盟戦の副将戦ですねの立ち位になるんですけど、まあ、このキャラが多分カウンだと思うんで、もしかしたらこの見た目になるんじゃないかなって、まあ、ロビーで書いてあったんでそのまま持ってきました。で、続いて、メンテがあるみたいですね。軍輸送波について以下の調整があるそうです。5タップを避けるため王者戦線のボタンを一番左に、戦線のボタンを一番右に調整させていただきますと、まあ、間違って押すことのないように両端になったっていう感じになりますね。利用いただく際はご注意ください。まあこれまでの配置に慣れてた方は要注意ですね。で、老縁台であってますかねの城の表示順番、赤い点のヒント表示、戦況詳細の表示順番、ヘルプの説明文、各段階の時間表示なども、より理解しやすいよう調整させていただきますということなんで、まあ、白ガチでやってる方はこういったものを見ながら頑張ってください。まあ、今回はやはりあれですね、芦屋道満がどんな感じの性能で来るのかっていうのが非常に楽しみなんじゃないかなと思っております。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。